とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー完全攻略やっていきたいと思います。今シーズンは全18回、高速周回ができます。急いでいけば16分ぐらいでクリアができますね。で、まず1回で武器にスタンを入れてください。まあ、発動率 5% なので、あまり信用できませんけども、まあ、スタンさせることができればラッキーというぐらい、まあまあそれぐらいの感じで思ってもらえばいいですね。で、1回から敵がかなり多いです。かなり多いなので、できるだけ火ダメは抑えながら行きたいところですけども、まあ気をつけるぐらいしか方法がないので、まあ、気をつけながら行ってみてください。ここね、本当にね、嫌な場所なのよ。食べ物が結構出てきてくれればだいぶ楽なんですけども、それは運なのでどうなるかは分かりません。はい、ということで1回クリアでーす。報酬でクレイモア取っていってください。これがないとここ2階が結構きついです。で、エンチャントで追い打ちとエイリがいいと思います。火力を上げていきましょうね。で、向こうには渡らずにこっちからとりあえずラビジャーを倒しきるまで戦います。ラビジャーがとにかくきつい。で、ある程度倒したら向こうに渡ります。そうするとこっち側にラビジャーが出てきますので、こいつを戦っていきます。よし、同じとこにいるとね、結構厄介なんですね。で、あとは徐々に向こうに向かいつつ敵を倒していけば OK ですね。おお、矢が出た、ラッキー。はい、では2回終了。ここでコグクロスボウ取っていってください。で、エンチャントで火属性ですね。火属性がついてると、ワンパンで倒しやすくなります。で、ここもね、なかなかきついのよ、敵が多い。なのでコッククロスボウをぼちぼち使いながら行くとちょっとは楽になると思います。結構きついからね。極力早めに回復を入れていった方がいいけども、今回はうまいことファンが出てきてくれたね。はい、3回クリア。もう一気にバーッと出てくるのですごく早いです。で、ここでドラを取っていきましょう。いきまーす。で、ここはクリーパーだらけですね。ダメージをもらいすぎないようにしましょう。中央にいると結構やばいことになるので、ちょっと離れたところに陣取っておくといいですね。よし、よっしゃ。で、このエンチャンターはもう残さないように倒してください。あのエンチャンターが残ってるととても戦いにくい。やばい。おお、やっぱ俺も食らったんかい。仕方ない。4回クリア。次で4回の報酬で、防具ですね、プレートアーマー取っていってください。で、エンチャントで雪玉ですね。まあレベル1なので保険程度に思ってもらえば大丈夫です。で、ここも結構きつい。コグクロスボウを結構多めに使っていかなきゃまずいと思います。 OK。 とにかく途中途中出てくるマグマキューブ、あいつがね結構辛いんですよ。なのでできるだけ早めに処理できれば、楽になると思います。マグマキューブの火力が結構すごいのよね。あとタワーレイスの、ピンク色になったやつ、
毒レイズね、あれがきついんで、あいつは早めに倒しておきたいところ。あらららよし、出ろ。出ない。一応ちっちゃいのも倒した方が、矢が出る可能性がありますね。でここでリョバオの変えていきます。一撃必殺のクレイモアでもいいんですけども、こっちの方が、道中簡単だと思います。弱体化で毒、そして強打を入れていけばいいですね。 OK、 ここは特に難しいことはないと思います。敵が若干硬いってところが、強打が入ってるんで、レイスが結構いい感じに倒せるんですよね。 OK、 よし。やっぱ結構痛いな、結構痛い。あれパンは、今パンが、ああ出てるよね、気のせいじゃなかった。よし、では6回クリア。次行きましょう。ここは何もいりません。で商人ですね、武器を上げたいところなんですけども、防具を上げます。フルメタルですね。これで、耐久力も攻撃力も上がって、いい感じになると思います。んで雪玉はね3まで入れてくださいね。ここはまだ2までしか入れてないんですけども、次で3まで入れれます。1よりも2、2よりも3ということですね。 OK、 おーおーおー、思いっきり食らったな思いっきり食らったな。でも、30% 無敵がついてるんで意外と防いでくれます。これがフルメタルのいいところですよね。 OK、 いいね、よし、はい、どんどん行きましょう。ういあ、やばい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 、危ねえあれ危ねえぞ。よし、 OK、 おー固まった、固まってる。で8回終了、次です。どんどん行きましょう。エリクサーのカバン取っていってください。でボスです。 OK、 一番いいセット。プレステ版は左のこっちから倒していきます。 OK、 一番いいセットだったね。まあでもこれは運なので何が出るかは分かりません。危ねっ、よし、まあ、ドラ当ててパワーポーション飲んでればもう速攻で倒せるんで、そんなに問題はないと思います。まあ出るやつ次第ですけどね。でここキノコでーす、取っていきます。で落石注意ですね、落石食らわないようにしていきましょう。まあ、食らうときはもう食らいます、仕方ない。おいえい、でもどこの回もそうなんだけども、危ね、パワーポーションが出れば楽です。で、ね、出なければ結構きつめですね。でここも敵結構えぐいんですけども、食べ物がいっぱい出るんで、まあ、それに助けられるっていう感じですかね。あぶねえ、ああ落ちちゃった飛ぶったら相当ダメージ食らうんでね。よーし、 OK、 終わり。はい、まあ、食べ物をね食べ食べやっていってください。でここで崩壊員のクロスボウを取っていきます。で11回ですね。ここでは武器の方を上げます。さすがにもう武器を上げないと火力不足なので敵が倒せなくなっちゃうんですよね。はい、でエンチャントで、あ、さっき入れるの忘れてたな。雪玉はね3まですぐ入れてください。んで
高火力のクロスボウで長弾と火属性11で構いません。入れておいてください。でここはまずは向こうに鍵を取りに行かずにこっちでクリーパー処理していった方がいいですね。こっちの方が、攻略スピードとしては断然速いと思います。 OK、 イエーイ。まだ出ない。意外と出る。おい、いった。おお、やった。ナイス、いいね。食らったら死ぬよね、多分。食らったら死にそう。 OK。 おー、危ねー。なんか死にそうで怖い。よし、 OK、 ナイス。よし、終わり。矢が結構出てきてくれたね。序盤出ないからちょっと心配してたんですけども、中盤以降結構出てきてくれました。ここ何もいりません。次んでもってボスですね。頼む。ダメだ。 OK、 いけ。できればパワーポーションが出てきてくれた方が嬉しいんですけども、出なかったね。まあ、次第なんで仕方ない。運が良ければ3ターンで倒すことができます。今回はどうだ。 OK、 危ねえ。死にそうやった。パワーポーション使うとね、これがあるんだよね。反動ダメージで死にそうになるっていう。よし、まあ、次で確実に仕留めます。いくぞー。ナイス。おっ、びっくりした。死んだかと思った。あぶね、あぶね、本当に危なかった。で、ここでね、盗っと変えていきます。フルメタルもね、十分強いんですけども、盗っとの方が、火力が、クールダウンとね、ポーションバリアでいい感じなんですよ。クールダウンを多めですね。で、最後の叫びは入れるようにしてください。最後の叫び結構重要です。よっしゃ、どう。攻撃力はね、上がらないんですけども、攻撃速度が上がるのでダメージ結構稼げます。どう。ここもね、敵がもう嫌なやつが出てくるのよ。よし、オッケー。で、できればパワーポーション取って一気に攻めたいところですけども、まあ、出ないときは仕方がない。OKOKOK。 矢はたくさんあるんでどんどん使っていく。 OK、 あぶれ。最後の叫びが発動しましたね。いい感じだった。 OK、 あぶれ。なんだ、フルメタルに比べてこっちの方が耐久力がないんですよ。全然ない。なので、ヒラメには注意してくださいね。受けないように。よし、ああ、そっちにいたの？ティグリン見えんかった。ここ何もいりません。行きましょう。はいはいはい。がついてるので反射しますね。あ、ミスった。間違えてキノコ使っちゃった。よし、 OK。 ちょっと息をしてきます。
ね、今回矢がたくさんあるんで、どんどん使っていきますね。もう終わりじゃない？終わり？あ、まだいた。はい、15回終了。ここも何もいりません。で、最後の商人ですね。ここで武器を上げます。ヨーバ王の102で、通常ステージから、ボスステージでおしまいです。いきまーす。あ、で、エンチャントポイント余ってるので、防具を強化していってください。ちょっと上に行ってから、あー、もうエンチャント入れますね。上で入れます。ポーションバリアですね。ポーションバリア入れちゃってください。 OK。 でここは特にもう問題ないと思います。 OK。 あ、若干あれか。ナイス、いいね。敵の火力が高いか。でパワーポーションが出れば全然余裕でしょう。まあ、出なくてもキノコとか使っていけば全然安定するか。でやっぱりクールダウン入ってるのでだいぶ使えますね。はい、17回終了。次、ここでね、影のクロスボウ変えていきましょう。で、影のクロスボウに人目にですね、あまあいいか、いきます。いけ、はい、ということでクリアです。ちょっと17分かかったか。まあまあ、でも最初喋らなかったら16分ぐらいでしたね。はい、なんだよくない。あー、いいんじゃない、いいんじゃない。ワールウィンドのクリティカルで、下にリフレッシュはついてる。あー、残りが良くないね。うん、まあ真ん中に虚無と、右に追い打ち入れればいいかな。アンチャンティングとかでも良さそうね。重力とかは必要ありません。ゴーストキンドラーいらないな。はい、これにしましょう。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。